皆さんこんにちは。福岡のギャラリーのロペコです。花々さんの新入荷情報ですが、たくさんあるので動画の方でご紹介していきます。段ボールでこんなにたくさん入荷してます。今日入荷しているのがチューリップバッグと巾着型の保冷保温バッグ、猫耳ポーチ大きいサイズ、そして猫耳ポーチとお薬手帳ケース、お弁当が入るエコバッグ、そしてポケット付きのガーゼハンカチです。数が多いのでこちらの動画でざーっとご紹介をしていきますが、欲しい方おられましたら、ご連絡ください。詳細については YouTube の動画の概要欄もしくはブログの方をご覧になってください。それではチューリップバッグからご紹介をしていきたいと思います。326番と327番です。両サイドにポケットがあってペットボトルとかも入ります。底部分のマチも大きなバッグ、肩掛けができて、口部分はマグネットタイプのボタンで内側にポケットもあります。326番、327番初めて入荷してる生地ですね。かわいいです。巾着型のエコバッグが3点、内側保冷保温です。左右から引っ張る巾着タイプ。329番、330番、328番、猫耳ポーチの大きなタイプ5点、フロント部分がポケットになってます。そしてお耳が可愛いでしょう。本体はファスナーで開閉です。マチもあります。こちら335番、内側すべてこのような木なりの感じ。334番、333番、331番、最後332番。そして普通タイプの猫耳ポーチが3点、大きめと比べてマチの部分が広いんです。337番、336番、338番、お薬手帳ケースが3点、通帳も入ります。まずはこちら339番、広げてみます。ボタンに引っ掛けるタイプで、広げるとこちらの生地はアンティークな感じの猫がたくさん、内側はファスナーポケットと、ここにポケット、こちらにもポケット、そしてカードポケット、使い方の紙とかも入ってます。番号340番、こちらもリアルな感じの猫の生地、内側341番、男性が持っても良さそうなお色です。こちらの3点は置いた時ペタンってしてますけど、お弁当が入る感じのエコバッグ、こちら343番で、横の部分こんな感じで大きなマチになってます。中身入れてみると結構たくさん入りそうです。342番、色違い、そして344番、小さく畳んで持ち運びできていいですよ。ちなみにこちら内布がついてないタイプですが、端の処理とかは綺麗にされてます。そして形は同じですが、ナイロン製のものが3点、こちらは同じ番号でご紹介をしていきます。
番号は345番、345番が3点です。ちょっと光っちゃってますけど緑色、汚れてもさっと拭けて良さげです。内側、そしてこちらはポケット付きガーゼハンカチです。同じ生地で3点ずつあります。もちろん絵柄の配置とかは微妙に違いますが、同じ感じで、ご紹介をしていこうかなと思ってますけど、こっちがですね346番なんですが、結構こう比べてみるとどうでしょう、色の配置とかがかなり違うので、346の123、通販ページではページを分けてこれ準備しておきますね。で、こちらの347番は、猫の位置とか違うけども割と同じ感じなので347番3点っていう感じでご紹介していこうかなと思います。まずはですねこちらから紹介しましょう。ですね、後ろこんな感じ、ちょっと開けてみるというか出してみましょうね。ですね、ハンカチなんですけどここがゲットになってるんです。いいですね。ちょっとサニタリーグッズとか入れても良さげですよね。中学生ぐらいの女子はちょっとトイレ行くのも恥ずかしいので、こういうのちょっとプレゼントされるといいかなと思いますよ。でこの生地可愛くないです、猫がマスクしてます、面白い。347番、こちらもちょっと出してみましょうね。広げるとこんな感じ、ここがポケットで後ろはこんな感じの生地です。素材はコットンとダブルガーゼです。なんか触り心地がいいですね、柔らかくて気持ちいいです。洗ってもすぐ乾きそう。いろんな情報はブログで発信しているわ、チャンネル登録もよろしくね。